それではここで8月のイベントの告知をさせていただきます。沖縄を戦場にしない抑止力とは、日本の抑止力を妨げている真犯人は誰か。こちらは池袋で行います。8月の3日、池ビズの3階の男女共同参画センター研修室にで開催をいたします。ぜひ関東近辺、東京お住まいの方、ご来場ください。今度8月10日沖縄に戻ります。第3回大東亜戦争包囲検証祭、沖縄県祖国防衛の誓い、8月10日で受付が午後1時半、開会が午後2時からです。会費は1000円。浦添市産業振興センター唯の町の大研修で行います。講師として戦後問題ジャーナリストの佐波優子さんから、鬼人をも泣かしめた純国沖縄学徒の大和心というタイトルでお話をいただきます。そしてつむぐジャパンの理事野田建設さん、赤嶺さんが実行委員会委員長やられている未来へつむぐの脚本、ね、もう脚本、あと役者ですね、まあ、女優もやられてるんですかね、はい、野田建設さん、沖縄県民に知ってほしい特攻隊員の本心というタイトルでご講演をいただきます。まあ、分かりやすく言うと、あの未来へ紡ぐの宣伝をそうですね、もうここでは、ね、はい、大々的にやっていただきたいなと思っております。で、私の方からは第32軍高級参謀矢原博道の功績、ご存知ですか、ね、うん、矢原博道、あんま聞いたことないですか、はい、名前もあんまり聞いたことないので、うん、ピンときてないです。これはね、沖縄戦の作戦立てた人です。なるほど。牛島中将とか、はい、張勇、うん、参謀長は自決されましたが、はい、矢原博道は沖縄から脱出して生き残ったんですね。で、沖縄戦の立てた本人が本残してるんですよ。だから沖縄戦の歴史の残し方とおかしくって、はい、逃げ惑う人の証言はたくさん集めてるんですけれども、作戦立てた人の証言っていうのは全然ないですよね。そうですね。でなぜこうなったのかって、はい、まあ、いろいろ不幸はあったかもしれないけど、はい、作戦にはいろいろね、敵の動きがあってどう守るかとかね、うん、限られた、うん、まあ、まあ、沖縄の作戦といってもでっかい軍隊から言ったら与えられた限られた権限の中で精一杯の作戦を立てたと思うんですよね、うん、確かに。そういった人の立場っていうのもやっぱりね、はい、でも本は残ってるんで、これで県民に知らせてないだけで隠してるんで、ちょっとね、それをなるほど、まあ、かいつまんで、私も勉強中でありますが話をさせていただきたいと。なるほど。おります、はい、そして第2部でちょっと急遽企画をしたんですけども、はい、未来へ紡ぐ沖縄実行委員会拡大メンバー拡大集会というのを開催をして、はい、10日に向けてみんな ね、はい、ね、満杯にして成功するためにどうしようかっていう、そうですね、ちょっとグループディスカッションやろうかと思って。あ、なるほど、ですね、はい、グループディスカッション、まあ、いろんなアイデア出てくると思うんで、はい、まあ、残りの2ヶ月、うん、ちょっとどういう作戦でいこうかと、はい、いうのをディスカッションしてまとめて、はい、計画として残したいなというふうにちょっと思っております。あとですね、これちょっと東京のこれ8月の15日に国家を考える集いが、まあ、文字通り8月15日の14時半受付、16時開演で、ホテルグランドヒル市ヶ谷で開催をいたします。こちらの QR コード、これぜひ関東近辺お住まいの方は社名を取ってください。会費は会場でのお支払いになります。こちらに高市総理大臣になっていただきたいと思いますが、まあ、公の場ではまだ言えない立場だと思いますが、金美玲さん、そして桂木奈美さん、さやさん、佐波優子さんが司会をされます。靖国参拝の帰りにぜひお寄りください、うん、はい、8月のイベントは以上で、はい、ございます、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。